はい、トワイライト連邦共和国 Vlog です。今日はですね、あるニュースサイトで面白いそのアンケート調査をやってまして、まあ、母数はそんなに多くないので、まあまあどこまで正確かっていうのはちょっと別として、LCC を使ったことがある人に対するアンケートだったんですね。どこ使ったことありますかっていうことのアンケートでは、まあまあジェットスター、ピーチ、バニラっていう感じで、まあ、国内のね、日本国内の、キャリアが、まあ、当然ですけども、国内線飛んでるので、上位を占めてましたね。まあ、ただ、バニラと、ピーチが合併しますので、まあ、今後どういう勢力図になるかっていうところですかね。で、なんで LCC 使ったのかって、まあ LCC の良かったことは何なのかっていうのは、運賃安かったということで、まあ正直それしかないですよね。他に選ぶ理由は、まあいろいろ選択肢はあったんですけど、まあその LCC でしか行けなかったとかね。時間が、たまたまあったとかね。ツアーに乗っかれば、そのツアーに乗っかったら、LCC だったとかね、これも選択の余地なしっていう感じですけど、まあまあ、自分自身で LCC を選んで、乗ったっていう方のほぼ全ての理由は、運賃が安かったからという、まあこれはまあ正直そういうことですよね。それから困ったことは何だったんですかっていう質問で、ダントツのトップが、空港遠い。空港遠いっていうのは、その空港そのものの場所が遠いということじゃなくて、空港に入ってチェックインをして、保安検査を終えて、その後ですよ。その後、大空港であればあるほど遠いんですよ。地方空港だと、そもそもその搭乗ゲートっていうのが少ないわけですから、言ったって端から端まで行ったって大した距離じゃないんですけど、まあ、成田とかね、羽田の国際線とかね、ああいうでかい空港、中部とかね、関西とか、まあ、関西は専用ターミナルあるか。ああいうでかい空港だとですね、LCC はだいたい端っこの方なんですよ。成田なんてそもそもターミナルそのものが端っこにありますし、ターミナルに入ってしまえばそうでもないですけど、まあ遠いですよね、大体どこもね。なのでかなり歩かされる、ムービングウォークもほとんどないですし、エスカレーターすらないとかね、いうのがほとんどですので、あまり便利ではない、遠いというのがありますね。それはまあ値段安いかしょうがないかっていうところですかね。あとはね、サービスはどうでしたかっていう質問で、ほとんどの回答が良くなかった。これも面白いです。これもね、そのまんまですよね。良くないっていうかね、ないんですよ、サービスが。良くなかったっちゃ良くなかったって、サービスがないので評価のしようがないんですよね。良くなかったって言われるのも仕方がないと思います。だって、水飲もうと思っても金取られますしね。もちろん食事は言うに及ばずですけど、あとは手荷物の、それ要は機内持ち込み手荷物の重量オーバーで追加料金取られたとかね、そういうのもありましたね。まあ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 、それもしょうがないですよね。ちゃんとあらかじめ測って、重量ね、測っていかないと。7キロだとか10キロだとかいろいろね、決まりが航空会社によって違いますので、これはもう鉄則ですね。良かったところはね、あと何かっていう質問で、片道で変えたので結果的に安くついたっていうのもありましたね。まあ飛行機は普通はレガシーキャリアの場合は、まあ往復で買うもんですよ。でそっちの方が安いもんですから、だいたいそうやって買うんですけど、 LCC はそういうなんですか、往復で買うことを前提にあんまりしてないもんですから、片道ずつ勝手に買っていっても全然値段大した変わんないっていうか、全然変わんないことの方が多いんですね。なので自由度が効くっていうところですかね。
あとは、機内の居心地はどうでしたか？あと悪いんですけど、何が悪いですか？って座席が狭いっていうのがありましたね。まあまあ、それもしょうがないですね。いっぱい詰め込まないと、薄利多売ですので、まあ座席が狭いのはしょうがないと思います。まあ、座席そのものはね、一緒なんですよ。どのキャリアも大体一緒なんです。要はその、シートピッチが、狭いんで、狭いっていうことになるだけなんですけどね。あれも慣れですね。はい。まあ、最近の高速バスよりも狭いですよ。路線バス並みですよ。狭さといえばね。なので、まあ、路線バスに乗って、リクライニングはしますけど、できないですよね。後ろが狭いので。だからまあ、まあ、路線バスのシートピッチで、最高 4,5 時間は乗ってくれということですので、しかもだいたい A320 なんで3列3列なんで、眺めがいいと思って窓際に行っちゃうともうトイレもほぼ行けないということになりますかね。だからまあまあ、その辺皆さん分かって乗ってるから、一番最後の質問で、また LCC に乗りますかって言ったら、まあ大半の方が、使うっていう風な回答でしたけどね。まあ問題はこれがどこまで、お客さんの回転として、続くかですよね。もちろんそのもう乗らないっていう、嫌だっていう人も一定数はいるわけで、まあそういう人たちにどうケアしていくのか、要はリピーターになってもらうのかっていうところで、やっぱり LGC の経営っていうのは変わるんだと思います。まあ今回のまあ何度も言いましたけど、韓国の LCC なんかはね、日本日韓線の割合が多いことで、今回非常に経営の危機っぽくなってるわけですよね。今現在大韓国でさえちょっと危機っぽいので、それは LCC はひとたまりもないと思いますけどね。そういうことなので、まあ、日本の航空会社 LCC はそういうことはあんまりないんですけど、国際線そのものがそんなに多くないもんですから、ほぼほぼ国内線ですので、国際線行ってるところって言ったって人気の日本人が行く人気のあるところしか行ってないの で、まだそういったところは、政情不安定で何らかの形で急激に人が減っちゃうっていうようなところにはあんま飛んでないもんですから、その影響はあんまりないにしろですね、あんまりその旅行者の動向だけで、こっちいっぱい乗ってるからこっち飛ぼうとか、そういうこうつまみ食いみたいなことをしてると、飽きられるというかね、愛想つかされるというか、いうふうに思いますよね。その辺は日本的サービスをこう学んできた、でそれで成功したピーチあたりが参考になるんじゃないかと思いますけどね。まあジェットスターぐらいにね、ジェットスタージャパンぐらいに、LCC のキャリアとしてあんだけでかくなるとですね、飛行機も山ほど持ってますので、意外といろんなところに飛ばすことができるんで、もうそんな心配はあまりないと思うんですけどね。まだ飛行機が少ない会社とか、すごい黒字の路線をいっぱい持ってない段階の航空会社っていうのは、どうしても黒字のところに、こう、いっぱい飛行機を飛ばしたがりますので、そうすると定着しないですね、その地方線っていうのは。あそこは LCC 飛んでるんで行ってみようとか言って検索するともうなかったとかね。そういうことが結構ありますので、そういうふうにはならないように、路線選びはした方がいいのかなというふうに思いました。まあでもだいぶやっぱ若い方がこう LCC ずっと乗って、ここ何年間でね、こう定着してきたので、そういう層が、ユーザー層が、今後リピーターになって、行くんじゃないかと思いますし、まあ社用族、まあビジネス、利用だとか、あるいは大金持ちの方とか、あるいは修行僧の方ね、マイル修行僧の方なんかは LGC なんか乗ったって意味ないわけですから、あらマイル貯めるのが目的なんでね、行くことが目的じゃないので、まあ、そういった方はフルサービスキャリア、レガシーキャリアを使うでしょうから、まあそれはそれでまた一定の
需要があるので、まあまあ住み分けが、もっともっと今よりもはっきりしてくるのかなというふうに思いました。なので面白いちょっと調査がありましたので、お話ししてみました。まあ、旅行をするときの参考にしてみてください。私もといろいろ LCC、まだそんなに言うほど、こう、便はいっぱい乗ってますけど、会社をそんなに LCC の会社をたくさん乗ってるわけじゃないので、今後機会があれば、いっぱい乗って、ここはこんなんだった、ここはこんなんだったっていうのをまた喋ろうと思います。以上です。今日もご覧いただきましてありがとうございました。